はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回僕がお話しするのは韓国最強のお祓い一家ゴンケ。はいはい、僕ですね、3月14日が誕生日でして、うん、少し遅れましたけれども誕生日おめでとうということで、うん、だいぶ経ってますか。はい、だいぶ経ってますけれども、はい、おめでとうということで、うん、まあ、あるですね、あのイベントをですね開催したりとかしている方からご連絡いただきまして、これがあなたへの誕生日プレゼントですと、はい、階段、はあはあ、いただいたんですけれども、聞いたけれどもそれはちょっとわからないところが多々あるので、それをちょっと皆さんもし知っている人がいれば教えてほしいなと思いましたね。うん、うん、まあ、ちょっと聞いてほしいんですよ。まあ、そうね、聞かないとわかんないな。はい、ではまず話させていただきますね。はい、この話は今僕が勤務しているキャバクラのお店の女性送迎ドライバーさんの体験談で、ご自宅で幽霊と同居していたという話です。うん、その方はご自宅で3階建て、2階に寝室があって、3階部分は長女が使っている、うん、ロフトがあると、うん、でその他の部屋は特に何に使うでもなく空いている、うん、屋根裏部屋のようなスペースだった、うん、そのご自宅ではポルターガイストなんて日常茶飯事で慣れっこだったそうなんですが、うん、ある時2階の寝室でその、まあドライバーの方と次女の二人で寝ていた際に、上の階からどんどんと足音のような音がする、うん、お姉ちゃんダンスかなんかしてるのかなと話していると、その長女が下からどんどんうるさいけど何してんのと降りてくる、うん、長女の部屋は2階の寝室の真上ではなく左斜め上の部屋、真上の部屋は先ほどお伝えした使われていない空洞の部屋、うん、あの足音は一体誰のものだったんだろうという話になったものの、特に気にも留めず過ごしていたそうです。またそんなある日深夜2時頃、次女と寝ていると、寝室の隣の部屋にあるクローゼットからドンと大きな音がして目が覚める、うん、そこからクローゼットを開けるのが怖くなったそうです。そのクローゼットのある部屋には次女が小さかったので室内用のブランコを設置していたそうなんですが、夜中そこの部屋の前を通ると窓も開いていないのに一人でに揺れていたそうです、うん、ちょうどその頃次女がブランコのある部屋に上半身しか見えない足のない女の人がいつも立っていると言い出したため、うん、その部屋が怖くてドアを閉め切って立ち入らないようにしていたそうです、うん、それにもかかわらず、毎日深夜2時頃になると、ドンという大きな音がその部屋から聞こえ、起こされる毎日が続いており、うん、恐怖もあるので、みんなで1階に降りて寝るようになったそうです。うん、ここで、その方の家系の話になるのですが、次女が幽霊が見えていたり、その方本人も幽霊が見えていたり、うん、いわゆる霊感、能力のようなものがある家系。うん、そのドライバーさんのお母様が韓国の方なんですが、戦前より代々お祓いをしていた家系、ゴン家の末裔だそうです、うん、兄弟に一人は必ず能力を持って生まれてくる家系、そのドライバーさんは男女混合で7人兄弟、自分の一つ上のお姉さんが能力者として家に選ばれ、家業のお祓いを継いでいくはずが、お姉さんは気が触れてしまい、能力を得ることができず、自分にスライドしてきたのかもしれないとおっしゃっていました。この話以外にも、そのご自宅の中では、玄関に置いていた鏡から、来客者などが幽霊を連れてきて、その鏡の中に入っていくといった現象があったそうです。ある時、その玄関の鏡をふと見ると、ポスターのように知らない顔が浮き彫りになって鏡から出てくるそうで、そのまま仕事に向かう元旦那さんについて出て行ったそうです。そしてそのまま帰ってきて、旦那さんが家族のご飯を用意していた時、6人家族なのに7人分用意するといったこともあった。今ではお引越しされて無事に健康に暮らされているそうです。送迎の車に乗せていただいた際、他の黒服スタッフと一緒に乗ることが多かったんですが、〇〇さん昨日女の人連れてたけど今日いないねと明るく教えてあげたりされていて、かなり面白かったです、うん、僕も見てくださいよといったところ、僕には何もついていなかったとのことでした、う
今はその方の送迎を使うことがなくなったので、最後にお会いしてから2ヶ月ほど経つんですが、またお会いしたい人の一人です。ちょっと話はそれるんですが、この話をお送りするまでにお時間いただいていた理由として、僕3月ですからね、うん、ちょっと経ってますから、その方のゴン家に関して自分で調べてみたり、今自分が働いている店舗に韓国出身の方がいらっしゃったりして、お話を聞いていたりするんですが、ネットで調べてもあまりヒットせず、そしてその韓国の方に聞いても全然知らない。うん、わかんない。そう。で、店舗の方にもなかなか聞き出せずで、見切り発車のような状態でお送りすることになりました。うん、申し訳ございません。もしよければお調べください。うん。というような状態なんですよ。はい。で、ゴン家という家系の女性。それを、うん、それなりになんか、まあ、有名っぽいんですけど、うん、誰に聞いてもわからないっていう。うん。あんまりだって、ゴンっていう、その名前聞かないもんね。うん、まあね。韓国の人も。確かにね。ゴン。なんですって。うん、だぜひちょっと皆さんね、ゴン家、うん、知っている方がいらっしゃったら教えてほしいんですよね。話としてはものすごく面白いですし、うん、この人にちょっと会ってみたいし、家にも行ってみたいんだけれども、もう2ヶ月ぐらい会ってもないし、連絡も多分つかないと思うんですよ。うん、もしつくんだとしたら彼自身が聞いてるはずだし、まあ、そうなんだよな彼女にね。うん、一番それが早いし。そうそう、うん、おそらくちょっと連絡つかないんだろうなぁとは思いますね。まあ、ちょっと日本の人だとあんまり知ってる人いなさそうだけどね。そう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 、うん、どうなのかなっていうね、うん、あとこの韓国の話って僕も別で持っている話があって、うん、あのね、その韓国人の方から聞いたんですけど、うん、その人っていうのはもうほんまにむちゃくちゃ山奥に住んでるんですよ、うん、チェジュの山奥、うん、チェジュ島の山奥に住んでいて、うん、まあ、僕らもですね、まあ、奥さん家族と一緒にそのチェジュ島を行って、ちょっと多分近いだろうな、うん、ここら辺だろうなとぐるっと回ったんだけれども、うん、めちゃくちゃ田舎なんですよ、その辺りがね、うん、で都心部って言ってるのか分かんないけれども、チェジュの栄えてるところって大きなビル建ったりもするんですよ、うん、ホテルもあったりするんだけど、うん、ちょっと抜けたら本当に超田舎なの、うん、もう岡山なんて俺の田舎なんて相手にならないぐらい。え？あんのそんなとこ。あるよ。もう本当に田舎ある、うん、手つかずみたいな本当自然すごいとこあるんですよね。うん、で、まあそこ出身の人なんですよ、うん、でずっと家系でもってそこで暮らしているんだけれども、うん、その家系っていうのは毎月決まった日ですよ、うん、確か2日か3日なんですよね、毎月の1日じゃなくて2日か3日の時に山登っていくんですよ、うん、山登っていって、ね、鼻が削れた像があるんですよ、うん、人間の形だね、はあ、像があって、その鼻が削れて、その鼻が削れてるんですけど、白いなんかね違うもんでここ つけてるんですよ、鼻だけ削れてるから新しくつけてるみたいな、うん、でその像に向かって頭を下げてお供え物をするみたいな、うん、でそれをしなきゃいけないんですって、はいはい、でそれ何やろうと思って気になって、うん、その家の人がね、これ何やってんのって言ったら、うん、実はなんかそこにもともとある信仰されてる像なのに、うん、ある時いたずらで鼻削っちゃったんですって、うん、誰かがやったんだ、うん、鼻削ったの、うん、そしたら鼻削ったらばみんながその事故で鼻が削れたりとか、うん、帰ってきた、病気で匂いが全くしなくなるとか、うん、ひどい人はもうどうやったか分かんないけれども転んじゃった勢いで顔面全部の皮めくれたりとかしたんですって。スライドしてた。すごい、なんかバイクかなんかって言いましたけどね。もうベロベロなったりとか、何せその顔面、うん、むちゃくちゃ怪我していくってなって、うん、だからやっぱりあれ、新鉱物、きちっとしなきゃいけないから、つけてあげようっていうことで、鼻をつけたんですよ。新しく、ね、作って。そしたら、なくなったっていうんですよね、そういうのが。収めたんだ。その、僕に話を聞かせてくれた方の、うん、お父さんぐらいの代の人が、うん、遊びで、そんなん嘘やろと、うん。で、最近はその鼻の事故なんてないし、うん、嘘やって、みたいな。でもそれは鼻の事故がないの、鼻をつけてあげたからなんだよって言ったんだけども、その信じられなくて、うん、夜中に行って、友達連中でね、その鼻が付け加えられてる象の鼻をバーンとハンマーで殴って、壊すんですよ。うん、また。そう、うん。そしたら、お父さん、鼻からも匂い全くしなくなって、うん、その僕に話を聞かせてくれた娘さん、うん、その人も事故で鼻削れて今鼻つけてるんですよ。つけてる？つけてる。なんか病院行って鼻つけてもらってるんですよ。作り物の鼻。
つけてるんですけど、色が違うみたいなね。ギガンみたいなやつ。そうそうそう。花バージョン。ギバナ。うん。ギビ。ギビ。なんていうのわかんない。つけてるんですよ。うん。で、写真も送ってもらったけれども、やっぱちょっと、まあ、化粧でごまかしてはいるけれども、うん、まあ、人間の、その、生まれてからの花じゃないのってわかる感じですね、うん。なんかね、その人は事故っていうのと、あと花が腐っていく感じって言ってました。腐っていく？そうそう。なんか、うんじゃって色が変わっていって、で、このまましたら花そのままボトッと落ちるんちゃうかと思ったみたいな、うんうん、そしたら事故して、その花の部分がベーンって飛んでっちゃって、他綺麗なんですよ。かなり綺麗な方なんですけど、うん、花だけ。花だけにかかる呪いがある、ね。っていうのがあって、うん、そういうのがあるとやっぱ怖いからって言って、その、娘さんが、僕に話を聞かせられた、うん、その人の生まれる前に、花をじゃあもう一回つけようってなって、うん、つけ直したんだけれども、やっぱ娘さんも事故しちゃって、へぇー。その人が子供がいるんですよ、うん。子供に行かないかどうか不安だって言うんですよね。まあ、行くんじゃないこのルール。代々で行ってるんで、うん、お父さんは鼻匂いしなくなって、うん、で、僕に話を聞かせてくれた娘さんは、もう鼻えぐれてもうて、うん、で、子供が、男女どっちかちょっと忘れちゃいました。聞いてもなかったのかな、その人、子供に行くのが怖いって。いや、もう、言ってましたよ。止めるには、またなんかやんなきゃいけないんじゃないのとか思うけどね。そうそう、鼻つけたりとか、頭下げたりとかって言ってましたね。うん、で、いろんな鼻つけてみたって言ってた。え？そう、もう治んねえから、パーティーグッズとかもつけたことあるんですよ。え、うん、象につけたってこと？そう、象に。ああ、そら、怒るんじゃない？いや、あの、綺麗な花もつけてあげたけど、もう自分の。それではダメだ。なんかいろんな、自分の家系だけじゃなくて、自分の近くの人も怪我していくんですよ。花。だからこう治んないから、いろんなものつけていって、で、ほんと面白い話とかじゃなくて、あの、パーティーグッズの時はちょっと収まりました。ちょっと。へー。なんで？なんで？でもそれまたまた怒ったから、今はもう、みたいな。どうしようもないって言って、綺麗な花つけてあげてるけど、いつか、その怒りが収まるのを待つしかないみたいな。それが子供に行く前にどうにか止めたいんだけれどもって言って、そのチェジュでも有名なお祓いができるところがあるんですよ。うん、そういうとこ行くしかないよね。そうそう、うん。で、その人はお金かかるんだけれども、テレビとかもバンバン出ている、うん、あの、韓国料理店の人なんですよね、女性で。うん、今生きてるかわかんない。僕らが行った時は結構年行ってたんですよ。うん、その人も呼んだんだけれども、これどうもできないって言われたらしく。どうもできないんだ。うん、もう無理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 みたいな。もう、これは、あんたらが悪いから、うん、それはその神様が、もう、あなたに、いたずらをするんだけど、今。うん、あの、罰を与えてんだけど、それが、飽きるまで待つしかないって言ってた。許すじゃなくて、許すじゃなくて、そう、許すじゃなくて、家族に罰を与えるのを飽きるまで待つしかないから、お子さんがちっちゃいどうとか関係なく行くと思うよって言われて、今の。すごじゃあと。だからもう、超強力なっていう。やりようがないじゃん。そう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 。引っ越すとかしかないんじゃないじゃん。そうね、うん。あ、でも引っ越してる人も全然やってるからね。なってるからね。うん。へぇそこに住んでいる家系もそうだし、その血筋もみんな怪我してってるんで、うん、逃げて普通に、逃げてってないんだけど、引っ越して韓国以外の国行ってる人も怪我してるからね、花。だからもうこれどうしようもないなって言ってましたよ。うんうん、恐ろしいですわ。はい。すごい。うん、読みますね。何何どういうこと別でまた来てるんで読みますね。あ、別があるの、はい、はい。ちょっと韓国ではないんですけど、中国の話が来ていますので読ませていただきます。はい、はじめまして、ハイパーミルクミントのど飴と申しますと。はい、います。ハイパーミルクミントのど飴から連絡来るようになりましたかうちの番組も。うんありがとうございます、まあね、本当に頑張っていてよかったです、うん、はい。アパレルショップを経営するお母さんの店で起こった出来事についてお話をさせていただきます、うん、私は中国出身で今日本に住んでいます、うん、お母さんは中国にいますのでこれから話す内容は全て中国のとある町かっこ都会の方で起きた出来事です、うん、お母さんは違うショッピングモールでいくつかの店を経営しています、うん、かなりすごいね、うんある商業施設でメンズ1軒とレディース1軒を持ち、2つの店舗がほぼ隣接しています、うん。この2つの店、どっちもファッション系で若者向けの服が多いので、母はかなり力を入れているようで。うん、ある日を境にレディースの方が悪質ないたずらに遭う羽目になりました。そのいたずらは、うんうん、穴を開けることだと。うん、服に穴を開ける、はい。ハサミやらカッターやらのもので3から5センチの穴を開けられる。最低だね、うん、穴自体が小さくて目立たないけれども店としては売れないし処分するしかない、まあねうん、母と従業員たちは何度も監視カメラをチェックします、うん、お客さんが服に触れる時もなるべく近くにいるようにする、うん、穴開けられちゃうからね、はい、しかし原因が何だか何ヶ月経ってもわからない、うん、
この件で母はかなり憔悴して、ビデオ通話の時も犯人は爪の中にカッターを隠してるんじゃないかなと明らかに行き詰まった考えを私に話しました。うん、そうでもないとっていうね。ずっと後日何らかのことで友達の友達の紹介でとある小さな道館道教のお寺的なところを知りました、うん、そこの道士と話をして店に来てもらいました、うん、道士はいわゆるザ道士の服装を着ている、うん、昔香港の映画の中でたびたび出る道士と似ていると母がそう言いました。紙に筆でふーっと書くんだけれども達筆すぎて読めない、うん、そして店の出入り口あたりでその達筆にふーっと書いたものを燃やす、うん、あとは口の中で何やら呪文を唱えて一人芝居のような動きをしたり、うん、最後はお札を渡して店の倉庫の中に貼るように指示をする、うん、その後服に穴を開けられるという怪現象がぴったりとやった。うーん、母もびっくりしていました、うん、同志の一人芝居が一度見たいなぁと思わせる出来事です、うん、中国の同志はやはり妖怪とかを制圧鎮圧する印象が深いと思います、うん、お坊さんは死んだ人の魂を成仏させる、道士は邪悪のそのものを封印するイメージ。うーん、初めてのお便り少し緊張しますので文章のまとめがぐちゃぐちゃな部分はどうぞお許しくださいとのことです。はい、面白い、うん、ってことはこれは人じゃなかったってこと、まあ、人以外の何か穴開けてたってこと、まあ、でもほら、うん、かまいたちとかあるからさ、あ、日本で言うとね、そういうやつの類とかがね、なんでしょうね、まあ、なんかあるだろうけど、結構さ、その妖怪戦隊説っていう話があってさ、うん、水木しげる先生が提唱していて、うん、まあ、妖怪というのは、まあ、戦隊ぐらいでまとめられていて、うん、それを国によっては違う見え方をしているだけで、うん、名前が違うだけで実は一緒なんじゃないかっていう、うん、そうそうそう、例えばアメリカのカエル男は日本でいうカッパだとかね、うんうん、名前は違うけれども実はこれ一緒なんじゃないかって話があるんですけど、だから日本でいうカマイタチも、うん、韓国でいうとフクファットキリキザンみたいな、うん、なんかそれは名前は違うけれども何かの妖怪の名前っていう確かに話はあるかもしんないなって思いますよね、うん、まあでもなんでそこが狙われたのかよくわかんないけど ね、 そうですよね、なんでそ の、 その家あの店ばっかりやるのかな、うん、しかもなんか服に穴開けられるっていうじゃない、うん、服に穴開けられてやっぱ絶対に人外やと思うやん、人がやったもんやと思うじゃない、まあ思うね、3センチから5センチの穴ハサミかかったり切るっていう、うん、あの呪いっぽくないから、ね、そうそう、それをさやっぱ同志にお願いするって相当悩んでたんやろね。まあそうだね、うん、本当にだから自力では無理だから、そうそう、何かしら頼りたいってことだ。例えば警備員雇うなりさ、何なりするんじゃなく同志行くっていうのが、もうやっぱり自分らではもうすることはなくなって、まあそうだろうね、調べに調べたけどみたいな、ちょっとした厄除けみたいな意味で言ったかもしれない、ね、あ、かもしれないね、で全体的に悪いから運気変えたいとかさ、うん、まあね、爪の中にカッターを隠してる違いなくて相当やで、もうこれそいつはそれ以外の仕事ないからね、うん、そうですよ、ジョニー・ジョースターじゃん、大体ジョースターそうだね、ジョニー・ジョースターが爪飛ばすってありましたけどね、うんうん、そんなんかなと思いましたけれども、でですね、今回僕が募集したいのは、うん、日本の話結構ね、うん、いろいろ集めていますけれども、ちょっと韓国とか中国とか、あ、台湾とかね、アジア、そうそうそう、アジア、まあ、ちょっと近いところ行きたいなと思って、うん、台湾、韓国、中国とかあのあたりのなんかざっくりだ、アジア圏あのあたりの、そう、うん、ちょっとタイとかまで一応ちょっと違うじゃない、違うんだ、ちょっと違うじゃない、わかんない俺は、ちょっと違うじゃない、違いが、うん、近いところで、あ、そうそう、台湾、中国、韓国、まあ、香港とかあのあたりにしときましょうか。あのあたりでちょっとぜひぜひ、はい、あの、何か怪異現象とか、集まりそうもないから一コアでもいいぞ。そういうの、そういうの、そういうの。ぜひ。だったら広げていいんじゃないの？ぜひぜひお願いします。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。トシュボーイズですね、はい、メンバーシップを開始しております。はい。メンバーシップ始めておりますので、はいはいはい、皆さんですね、ちょっと有料ではございますけれども、それに見合ったような内容のね、動画、生配信、まあ、企画などもやっていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ入っていただければと思います。はい、お願いします。概要欄 URL にですね、そこからクリックしていただければ入れますので、うん、ぜひぜひお願いいたします。以上です。ありがとうございました。